開幕ランクどうですか。なんかね、負ける。なんか2、え、来た、なんか2ピック取ったのに。うん、なんか敵が大丈夫って動きしてる。うますん。なんで俺が3立てしてんだ。なんで俺が全員殺してんだ。惜しい。これが起点作り。これが起点作り。ゆうじまずは見つけないとね。ナイス。うーん、素晴らしい。ジジーナイス、最強、強すんぎ、素晴らしい。こっからチャンピオンいけんよな。おおな、そうだよな、立ち位置必ず俺後続になるから、やっぱこういうキャラクターちょうどいいな。昔からそうだったからな。
素晴らしい。あと45秒だけど。ダサいんすよね。味方大丈夫？ダメだったか？気持ちいい！ツーパーティーって自分で言ってんのになんで行くんだよ絶対人間変わってる、別人だわ。何やるじゃねえか。味方落ち着け、俺のところに入ってきてどうすんだ、無理に決まってんだろ。ちげえよ、俺についてきたら死ぬって。それはピクミン、もうお前なんで、なんでさグラップするとそういう見た目になるの、飛び方わけがわからん。あ、これね、挟まれない限りはこっち強いんだよな。挟まれない限りはこっちの方が強い。もうダメだよ、アンクかぶしてたらダメよ、ダブしたらダメよ、ダブしたらダメよ。ダブしたらいいことないかね、ダブしたらいいことないかね、ダブしたらいいことないよ、ダブしたらいいことないからね。かぶせたらダメだよ、壁ジャンプもダメだよ、強い。いるわ、これだけ回収するわ。飛んで飛べー、いけー、うおっ、危ねえ。なめやがって、まあ、取り方。俺たちのが強いんだよ。2v3 だろうが何だろうが関係ねえ。けどね、そこの判断できんのってマジでプロレベルだからな。あ、その判断を一瞬でできる人はマジでプロでしかないんだよね。ナイスー。ちょっと俺にバッテリーをくれ。はい、殺すー。ちょっと待ってろ。今、相手してやるよ。あ、標準ストック青がある。
何が黙ってね。バッテリーが欲しいんだけど、ないな。おう、やろう。えっ、えっ、えっ、ドイツが甘えてる。赤赤金だ、強いな。アーマーは、アーマーめっちゃ強いな。いや、甘えたね。これがレーザーサイト映さない最強方法ですね。を見て見て、それで俺見といて、甘えた、死ぬ死ぬ、ここ、うますぎだろ俺バンテージ。あいつらはもう無理だ、起こせない敵味方を、もう無理だよ。まあ多分みんなやんなそう。ガチ強えんだけどな。でしかも敵が詰めてきたの時にレーザーサイトをね、バンテージあるのでやめてください。いやーでもやっぱ水準上げた方がええよ。みんなをさ強くした方がいいじゃん。あ、ウィングマンだ、勝ったわ。ぶっ殺しまーす。上だ、一人落とせ、ナイス。今行くぞ。すまね、間に合わなかった。まあ、そう、あのね、そう、実際、当てないとダメなのがマジで難しい。でも、俺は、一つここで、あれ、あ、気のせいか。そう、俺が一つ、あのね、そのバンテージ使う上で、大事な部分が、ね、あるんですけどね、あの、外してもいいやって思っとくと、なんか勝手に当たる。一発一発で本気出すってよりは、まあまあ、いっか、みたいな、溜まるし。って思いで撃つと、なんか意外と当たるようになった、俺は。なんだ？どうなってんだ、これ。ハゲロスっていう部分がない。なんだこれ、どうなってんだ。開けれ。うわー、お前動きやべえ。俺もやばいかもしんないけど、お前こいつやべえ。こいつやべえ。やばい、円に入れない、円に入れない、助けてくれ、円が遠のいていく、助けてくれ。長い長い、俺の回復30秒ぐらいかかるんだけど。